刑事さんは私をどう思ってますでしょうか。お前なんて最初からずっと迷惑なだけの存在だ。すごい、本当にこうなるんだ。ねえ、これでいいんでしょ。グリちゃんを正しい姿へ導くことができたんですから。黒い羽に角、あれじゃまるで美しい、完璧だ。悪魔って、グリちゃん似合うね。こっちのがしきみちゃん好み。私は一体。君は生まれ変わったんだ、天使から悪魔にね。そうなら、すべきことはしなくてはいけませんね。ちゃんと説明しろよ。また勝手にいなくなるんじゃねえよ。愛の聖司さん、今まで大変お世話になりました。申し訳ないのですが、あなた方の思うグリはもういません。なんだてめえ、ベタベタしやがってキモいんだよ。なんだよグリちゃん、そろそろ地獄へ行かないかい。いいえ、まだまだです。天使だった頃の後始末をしなくては。真面目ちゃん、何をしてるんですの？あの方たちは。愛を捨ててあげてるんです。いらないものだから。そんなこと言っちゃダメですわ。グリさんらしくありません。あなたの愛も消してあげ。お前はキューピッドなんですよ。あ、仕事上がりの時間です。はあ、グリさん、グリさんと一緒に必ず。では我々も。グリちゃん、ここが私の魔王の部屋です。いずれは君の部屋になるんだよ。人間も君の好きにしていいんだ。魔王さん、私は魔王になる気はありません。今のグリは働きたいのです。私が魔王になってもあなたの望む通りには決してならないですよ。それと、私に母様の影を求めないでください。